アーマンド・ベニテスは、ドミニカ共和国産、ペドロ・デ・マコリス・シューラ・モンサンタナ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。1990年にドラフト外でボルチモア・オリオールズに入団し、1994年にオリオールズでメジャーデビューを果たした。1994年は、わずか3試合10.0イニングに投げただけだったが、14、脱三振を奪ったほか、 0.90という防御率を記録したため期待は大きかった。しかしその後は1997年に開花するまで成績は振るわなかった。サンフランシスコジャイアンツ時代1999年にニューヨークメッツへ移籍してからはクローザーとして素晴らしい活躍を見せた。2003年には MLB オールスターゲームに初出場。2004年には フロリダ・マーリンズで47セーブを記録し、最多セーブのタイトルを獲得。その後、3年総額2100万ドルでサンフランシスコジャイアンツへ移籍したが、この時には年齢的な衰えや故障の影響でクローザーを務められるレベルの選手ではなくなっていた。不審から2007年途中にマーリンズにトレード。そのオフに FA となり3月11日に トロントブルージェイズとマイナー契約。その後、ブルージェイズに怪我人が続出したため5月10日にメジャー復帰を果たした。難点としてはヨシキューが多いこと。通算779イニングを投げて、ヨシキューは403あり、9イニング平均にすると4.66。2012年シーズン終了時点で通算セーブで、メジャー歴代50位以内に入っている投手で、比較すると、 ミッチ・ウィリアムスの7.08には及ばないが、ワースト2位。4.0以上も他に、グレッグ・オルソン、ランディ・マイヤーズ、フランシスコ・コレデロ、ブラッドリッチだけである。ありがとうございます。